喋ってます。本当に15年間、15年前に後楽園ホールでデビューして、15年後にまたこうやって後楽園ホールで最後試合ができて本当に、最高の気分です。本当に震災の影響でもう自分なんか試合してる場合じゃないんじゃないかと思ったんですけど、もう僕にはもう格闘技しかないですし、格闘技が僕の光ですし、その光で、少しでも何か気持ちに届くことがあればと思って試合を決めました。まあ、これからは、裏方として、もう僕には格闘技しかないので格闘技界を盛り上げるような、活動をしていきたいと思います。そのために日本総合格闘技 OB クラブというのを立ち上げて、OB の、皆さんで、何か、地域貢献、社会貢献、地域活性、できるような活動を、もちろん後進の育成もそうですし、レフリージャッジもやりたいですし、もう格闘技を押し上げるようなそういう役割を担っていければと思っております。年上選手が指名して佐々木選手の試合を行ったんですが、試合を1回目見てはやっぱり佐々木選手の圧力がやっぱりすごく、強かったですけど、やっぱり目の前に佐々木選手がいるとすごくなんか細胞が蘇ってくるのが少しずつ分かったんですけど、やっぱもう本当に日本を代表するトップファイターですから、もうトップですから、すごく効きましたし、まあ美咲さんと美咲選手と最後戦えて本当に良かったです。最後まだやれるというような、まあだけどもうやっぱり難しいと思います。もうやっぱ、まあもうちょっとリングに立てたかった気持ちは立っていたかったですけど、やっぱりそれは梅木さんの判断なんで、それはもうしょうがない。15年の格闘技人生というのを振り返って、本当に富山を飛び出して、プロのリングに立ちたくて、飛び出してきて、本当にあっという間でしたね。でもいろんな思い出がたくさんあってですね、もう、ハッスルも最高の思い出だったし、プライド時代も最高だったし、スマッシュも楽しかったし、もちろん限定なら九州会も楽しかったですし、もう思い残すことはないくらい充実した、15年だったと思います。で最後にこんな場を設けていただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、テンカウントになってくるぐらいのテンカウントになってくるんですか。はい、やっぱりプライドっていうのは僕の本当に DNA にすごく刻み込まれた戦い、あの曲っていうのはやっぱりすごく思い出が強い曲なので、もう本当に込み上げてきました、この曲を聴くと。失敗してしまうかもしれないですけど、はい、今後というのは、はい、もう今後は本当に、総合格闘技界に恩返しをする、この後の人生は全て総合格闘技界の恩返しをしたいと思っております。まあ、自分にはもう何もないですけど、15年、総合格闘技界で戦ってきたという誇りがあるので、その誇りを胸に、今後の人生は、総合格闘技界のために使っていこうと思っております。もう田川さんからは本当に、まあ、これからが始まりなので、本当に長い間お疲れ様っていう言葉をいただきました。
またゆっくりやろう。打撃のスタイルが変わってて印象的だったんですが、はい、そのあたりに習ってどういうスタイルだったんですか。今回はまあ、岩崎達也先生に、習って、ちょっとこう昔 の, ちょっと古武術のような武術の動きをちょっといろいろ取り入れて、ちょっと新しいスタイルでちょっとやったんですけど、まあ何発かは良かったですけど、まあちょっとやっぱり美咲選手の方がやっぱり上でした、ね。スタイルに特に名前はないです。よろしいでしょうか。美咲選手のパンチはいかがですか。はい、もう何か魂がこもっているような感じがしました。弟子である選手は今日プロ初勝利ありましたけど、はい、今後その師匠として教えていく立場になっています、はい。まずは初勝利おめでとうと言いたいですが、ウルフ選手のポテンシャルは、まあ、今練習やってたもののもう1か2しか今日は出てなかったと思うので、やっぱり経験ばかず足りないので、もっと、まあ、ちょっと海外に行ったりしてちょっと練習試合をちょっと多くやらせたいと思います。まだ今日は全然ダメでした。もっと本当に1か2しか出てなかったと思います。改めて今日巻いていただいたプロフィギュアはどういった、はい、これは、ワールド岩崎空手という、ワールド岩崎空手の黒帯をいただきました。初めてどれくらいですか。まあもう結構経って、ちょっと昨年からですね。帯を締めた瞬間というのは何か特別な思いになりますか。まあこれからは、私は武道家として、今後の人生は修行は積んでいこうと思っています。これからは、試合はすることはないですが、武道家としての道は、これからが始まりだと思っております。日本格闘技 OB 会というのは例えば他にどんな方がいて、いや、これから日本総合格闘技 OB クラブという名前で、これから、もう格闘委員会のためになることであれば何でもやっていこうと思っております。正式な発足の時期みたいな目処は、もう今日ホームページ立ち上げてあると思います。